ハリカシラ動物、ハリガシラ動物、高等動物、アッコアンソセファラは、一群の寄生虫からなる動物のもんである。属する動物は、高等虫という和名で呼ばれる。体内に引き込めるようになった糞があり、その表面には逆向きの棘が並び、これによって、宿主の湯壁に穴を開けてその体を支える。ハリカシラ動物は、無脊椎動物、魚類、両生類、鳥類、 哺乳類などを含む複数の動物を宿主とする複雑な生活史を持つ。およそ1,150種が知られている。他の寄生動物からハリカシラ動物を見分ける特徴がいくつかある。一般に細長い胴体の左右相称動物。大きさは数ミリメートルのものからジャイアントリンカスギガスのように100から650ミリメートルに達するものまで様々である。 ハリカシラ動物の外見上の最も大きな特徴は体の前方に長い糞が突き出ていることである。この糞は通常は大いで隠されているが宿主の組織に付着する際に使われる。また宿主の余壁に穴を開け一生の間そこに自身を固定しておくためにも使われる。体と同じように糞も空洞になっているが体の部分とは角膜で仕切られている。 糞の先と角膜の間は筋肉の筋でつながっていて筋肉が収縮することにより糞が貫入する。カシ頭動物は口や消化管を持たない。これはサナダムシにも共通する特徴であるがこの両群が禁煙であることを示すものではなく寄生性による修練進化の例であろう。生虫は宿主の腸の中で生活し宿主が消化した栄養素を 体の表面から直接吸収する。皮膚は薄い口くらでできていて表皮に覆われているが、表皮はアメーバ状の合わせ包帯で細胞壁を持たない。合わせ包帯内部は環状筋肉繊維の不規則な層になっている。筋肉繊維の微細構造は線形動物のものに似ている。体部の先端まで削除生殖器と呼ばれる構造が存在する。 縦方向の繊維がないことを除けば、糞の表皮も、体部分の表皮とよく似ている。神経系の中心となる、神経節は、隔壁のすぐ後ろにある。刺激を受けると、二つの頑丈な加速が、後方に突き出され、前進できる。加速は筋肉に囲まれており、この神経筋肉複合体は、死体と呼ばれる。少なくとも、 オスでは生殖器としての神経節もあることが分かっている。点在する乳頭状の突起は感覚器である可能性がある。張りラ動物は私有遺体である。糞の先端から体部の先端まで削除生殖器と呼ばれる構造を持つ。オスではこの両側に生殖があり、油性管を通して三つの形質につながっている。 精巣の後ろには三つのセメント線もあり、油性管まで分泌物を流している。メスでは、精巣の位置に卵巣がある。卵子は体鼓の中に流れ込み、受精や肺の発生は母体内で行われ、子宮の中で育つ。宿主の消化管内で生まれた子供は、糞と共に排泄される。ハリカシラ動物の興味深い特徴は、神経や、 地球症の細胞などの巨大な細胞があることである。ある種では 343N にも上る倍数性が観察されている。また、炎細胞を持つ種もいるが、多くのハリカシラ動物は排出器を持たない。初めてハリカシラ動物が文献に登場したのは、イタリア人医師フランチェスコレディの1684年の著作においてであった。年には、 コールロイターがアッコアンソセファラという学名を提案している。1776年にミューラーは独立にイカインリンカスという学名を付けたが、1809年、スウェーデンの博物学者カールルドルフによってアッコアンソセファラという学名が正式に決められた。現在では、ハリカシラ動物門は、腹タり頭虫砂、小シバ頭虫砂、縛り頭虫砂の3項に分類される。 さらに、旧来の分類では、腹張り頭虫綱に含まれている、パリアキャンサリンカス属のみを独立の綱、パリアキャンサハラとすることも提案されている。ハリカシラ動物は寄生生活に高度に適応した構造をしており、その進化の過程で消化系や運動器官、感覚器官など多くの臓器や構造を失ってきた。このため、形態学的な比較で、 他の門との関係を知るのは困難である。1 8エスリボソーム RNA による系統解析で、ハリカシラ動物は、臨系動物と最も近いか、あるいはこの門に含まれる綱に過ぎない可能性があるとが明らかとなった。これらはどちらも扁平動物に分類されている。生活史が完全に明らかになっている種は25種しかいない。メスの体内から出た。 ハリカシラ動物の胎児は、宿主の糞と共に、環境中に放出される。胎児は、無脊椎動物、多くの場合は、甲殻類に寄生しなければ生きられない。最初の宿主に、軟体動物を使う死も一つが見つかっている。宿主に取り込まれると、ハリカシラ動物は、胃壁から体内に侵入していき、シストアカント要請に変態する。この要請は、生態が持つ。 生殖期以外のすべての期間を持っている。何度か宿主を変えながら、最適な宿主が見つかったところで生態となり、生殖期を成熟させる。生態はつがいを探し、子孫を作る。パリーモーファスは、毛ワタガモなどの海鳥に寄生する。多い時には1羽あたり750匹も寄生し、異界用の症状を起こさせる。近年の研究では、パリーモーファスは、カニに対しては、 病原性がないトレール。シストアカウント要請の時期は長く、カニの生涯にわたって寄生し続ける場合もある。シストアカウント要請が寄生するカニを食べることによって、ロブスターにも寄生し、漁業に深刻な影響を及ぼしている。しかしこれに対して有効な手立てはまだ確立されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。